平野翔の言葉に衝撃。ナンバーアンダーライン愛の生配信でファンが熱狂する理由とはナンバーアンダーライン愛がファンを仲間と呼ぶ感動的な瞬間。飛べ生配信で話題ナンバーアンダーライン愛が気づく信頼関係の秘密とは飛べの緊急生配信、トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブは、ただのライブ配信ではありませんでした。それはファンにとって特別な意味を持つ瞬間であり、 視聴者たちに感動を与える出来事でした。その中心には、ナンバーアンダーライン愛の三人、平野翔ガン・ユータ、神宮寺・ユータがいました。彼らの振る舞いや会話の中に、家族のような絆、そして何よりも温かい人間性が垣間見え、SNS 上でも大きな反響を呼びました。また、この生配信の中で注目すべき点は、彼らの謙虚さです。例えば、 鈴木大河がナンバーアンダーライン愛のメンバーに対して、こちらも勉強になった、といった瞬間がありました。通常、ディレクションをする立場にある人間が、学ぶというのは、指導を受ける側の立場を示す言葉ですが、このケースでは違いました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、後輩たちに指導をしながらも、同時に彼らからも何かを学び取る姿勢を持っていました。この、学び合う関係性が、 彼らの謙虚さと優しさが発揮されたのは、後輩たちとのやりとりだけではありませんでした。ファンとの関係においても、その温かい心遣いが伝わってきました。平野がファンに向けて、これからも一緒に成長していこうというメッセージを伝えるシーンは、まるで家族の一員としてファンを迎え入れているかのようでした。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーにとって、ファンは単なる、観客ではなく、共に歩んでいく、仲間なのです。この共感とつながりが、彼らの人気の秘密であり、ファンとの深い絆を築いている要因でもあります。SNS 上でファンが熱狂的に語る、翔くんみたいになりたいという声も、ただの外見やパフォーマンスに惹かれたものではありません。彼らが見せる内面の美しさ、 そして他者を大切にする姿勢が多くの人々の心を打ち、その結果として彼のように生きたいと思わせているのです。これは単なるエンターテイナーとしての役割を超えて、人としての影響力を持つ存在だと言えるでしょう。現代社会では多くの若者が自己中心的な生き方を選びがちな中で、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが示す、支え合う心、他者への思いやりは、今の時代に必要なメッセージであり、 多くの人にところでこのような性配信や SNS での反響は日本国内にとどまらず海外にも広がっています実際海外からのファンも増えており彼らの活動が国境を越えて人々に影響を与えていることがうかがえます特に平野が性配信中にふと漏らした海外という言葉はファンの間で大きな話題を呼びました 海外での活動があるのではないかという期待が高まり、さらに彼らの活動範囲が広がっていくことが予感されます。このように、ナンバーアンダーライン愛の3人が見せる温かさや謙虚さ、そして後輩たちとの絆が多くのファンの心に響いたことは間違いありません。しかし、その背景には彼らが長年培ってきた信頼があります。単なる表面的な関係ではなく、 彼らが共に過ごしてきた時間の中で築かれた深い絆が彼らの行動や言葉に表れているのです。この信頼と支え合いの精神が今後も彼らの活動を支える大きな力となるでしょう。そして彼らの姿から学べるもう一つの教訓は誰かを助けることが自然とできる社会の重要性です。彼らが示しているのは特別な場面だけでの優しさではなく、 日常の中で自然に生まれる支え合いの精神です。これが多くの人々にとっての目標であり、理想の生き方ではないでしょうか。特に現代の社会では、個人主義が強まり、他者とのつながりが希薄になりがちですが、彼らのような存在が示す、共に支え合う姿勢は、多くの人にとっての救いであり、希望でもあります。まず、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが後輩たちに見せた優しさや思いやりは、 ただの仲間以上のものでした。特に平野章は、その柔らかい話し方や気配りが多くの人々を感動させました。彼は単にアドバイスをするだけでなく、その言葉一つ一つが愛情と理解に満ちていて、聞くもの全てに、彼のような存在になりたいと思わせる何かを持っていました。彼が言った、全て支え合い、近くにいる人が助けてあげる、それが自然と生まれれば嬉しいという言葉は、 彼の哲学を象徴しており、これこそがナンバーアンダーライン愛が築いてきた信頼関係の核心にあります。彼らは、共にいることでお互いを支え、補い合うことができる、真の意味での家族として存在しているのです。岸優太もまた、後輩たちを支える役割を果たしていました。彼の天然な一面が時折笑いを生むものの、その裏にある真摯な態度や、 誰かが困っていたときに真っ先に手を差し伸べる姿勢は、多くの人に深い印象を残しました。ディレクションに携わった平野や騎士、神宮寺が、後輩たちの成長を支える姿勢は、まるで親が子供を見守るかのような温かさがありました。特に騎士が元にアドバイスをする場面では、彼の思慮深さと優しさが垣間見え、ファンたちはその瞬間に心を打たれました。ナンバーアンダーライン愛の3人が後輩を指導するその姿は、 ただの指導者としての役割を超え、深い信頼と尊敬が根付いた家族的な関係に近いものでした。このような彼らの姿勢がファンや視聴者に大きな影響を与えた理由の一つは、その自然さにあるのではないでしょうか。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、計算された行動ではなく、日々の生活の中で自然と生まれる優しさや気配りを大切にしています。彼らにとって、 誰かを支えることは特別な行為ではなく、日常の一部なのです。これが SNS での、心が揺さぶられた、彼らのようになりたい、といった声につながっているのでしょう。支え合うことの大切さを言葉だけでなく、実際の行動で示している彼らの姿は、現代社会において失われつつある、人と人との絆を思い出させます。飛べの緊急性配信は、一つのライブ配信にとどまらず、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの人間性や価値観を垣間見せる貴重な機会となりました。彼らが後輩たちやファンに見せた温かさは単なるエンターテインメントを超えて私たちが日々の生活の中で忘れがちな他者との絆を思い出させてくれます。支え合い助け合いながら生きることの大切さを再確認し彼らのように誰かを助けることが自然にできる社会を目指していきたいと多くのファンが感じたことでしょう。 この聖配信を見て、私たち一人一人が他者を思いやり、支え合うことで、より良い社会を築いていけるというメッセージが広がっていくことを願っています。そして、ナンバーアンダーライン愛の三人がこれからもその優しさと謙虚さを持ち続け、多くの人々に影響を与え続けることを期待しています。